今回はスプランキーフェーズ1からフェーズ13、そして新たに現れたスプランキーフェーズ69。ぜひ最後まで見て、スプランキーフェーズ69の正体を暴いてくれ。この動画始める前にグッドボタンとチャンネル登録よろしく。ではレッツゴー。はい。で、今回ね、いろんなスプランキーが遊べるサイト、このサーチってところでフェーズって調べると、ほら見て、フェーズ13とか12とかいろんなゲームがあるんだよ。フェーズっていうのは段階で、おそらくフェーズ1がまあ本家のまあ最初一番まあノーマルなスプランキーで、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってこうどんどん数字が進んでいくことに怖くなってくんじゃないかなと思ってる。合ってるかな。なんで早速、まずはスプランキーフェーズ1から、これかな?遊んでいきましょう。というわけで、この動画を始める前に、スプランキー、フェーズ1でこの怖さなのに、フェーズ13とかどうなっちゃうの?と思ったら、グッドボタンで教えてください。さあ、やっていこう。スプランキーフェーズ1。まあ、これ、もしね、普通の本家と変わんなかったら、まあ、どんどんテンポよく、3、4、5と進んでいこう。よっしゃ、やっていくぞ。いや、これ面白いかな、スプランキーマジで。プレイナウ!さあ、来ました。さあ、どんな感じなの?おっと?なんか見た目はそんなに変わんない気がするな。ちょっとじゃあ、まあ、もしね、フェーズ1が本家と変わらなかったら、おそらくほとんどの人は見てると思うんで、まあ、ちょっとね、もしね、初めてスプランキー見た人は、テキトの過去動画に、いっぱいスプランキーの動画あるんで、見ていってくれ。よし、じゃあまずこれオレンジ見てみようか。まあ、じゃあ一回、ここに一個ずつはめていこう。はい、はい、おはいレッツゴーはいわーはははこれ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 はもうマジノーマルだね。カポポカポポカポ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 カポポポポ。なるほどね。まこれはマジで一番ノーマルなやつだよね、スプランキーの。じゃあこれ怖いやつもやってみようか。まここから本番だよね。えい、お来たよ。お、これはこれやっぱりさ、本家じゃない?ちょっとじゃあまたやっていこう。いくよ。はい、はい、はい、レッツゴー。お。あ、これは、髪型大丈夫か?これは、ま、おそらくスプランキーのノーマルのやつだね。もう、ジャカ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 。これもね、まあ最高。もう最初にして最高なんだけど、まあフェーズ1は、まあこれ何も変わらないってことかな。じゃあフェーズ2行ってみようか、もう早速。まあこれね、フェーズ2、フェーズ2からどうなるかって話来た。スプランキー、フェーズ2。あれ?待って!これ、待て待て待て!これフェーズ2ってさ、これ今2段階目?まあ、パート2みたいな感じなんだけど、これ前回やったやつやん!これ見てこの赤いやつ!これお前見覚えあるぜ!この左にいる目ん玉バーンなってるやつも見覚えあるぞ!これもちょっと一回ね、復習も兼ねて見ていこう。あ、これフェーズ2だったんだ。すごくね?ちょっと見ていこう。まずじゃあ、あ、もう最初から怖いのね。最初から怖い。ははは。ほらもう怖え怖え見た目怖え。なるほど。うわ、これ前回見た人、まあおそらくね、たくさんの人見てくれてると思うけど、これ怖いね。でもね、正直できと、この左にいるこの赤いイカれた顔結構好きです。結構好き。これさ、化け物になるんだっけ?えい。もう顔こうなのよ。テキトの顔もこう、こう、こうなってるからね。いや、多分こう、ぐしょってなってると思うけど、こうなってますよ。なるほど。まあ、これもね、ちょっと正直前回見たので、まあ、テキト的にはフェーズじゃ3からが本番かな。よし、じゃあフェーズ3いっちゃおう。フェーズ3。来た。スプランキーフェーズ3。もう結構なんか、ねえ、もうなんかすごいことになってない?さあ、じゃあスプランキーフェーズ3。ラン、ラブルベコード。なんか何語これ?急に何語か分かんなくなっちゃった。これがフェーズ3か。プレイナウ!レッツゴー。さあ、来た。いや、これマジで、やばいな。もうフェーズ13までは確実にあるからね。
ねえ、お前もう合体しちゃってるじゃん。テレビとあの灰色の可愛い猫合体しちゃってるじゃない。まあ、やっていこう。うわ、これ怖えな。どんなか、うえもう、テキトまだ何もしてないよ。テキト、テキトまだ何もしてないんですけど、おーおーおーおおおめ、視力悪くなるよ。そんなにゴンゴン目ぶつけてたら視力悪くなっちゃうよ。将来、メガネかけることになるよ。あの分厚い。じゃあ次はねえ。すごい目の、いや、下の筋肉すごい栄えてるっていうか、発達してんね。すごいすごいすごい。でもこれ結構、聞いたことない曲かもしんない。どんどんこれやっていこう。はい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 、レッツゴー。お、かっこいいよ、なんかすごい。左から3番目のお前、お前表情筋どうなってんだよ。サムネイル顔やめろ。いや、サムネイルにも使わない、そんな顔は。すごいねえ、これ緑のやつもさ、見てて目ボーンになるから、いくよ、見てて、いくよ。おい、バケモンじゃねえか。いやバケモンなんだけどさ、もともとバケモンなんだけど、いや、これがフェーズ3か。ちょっと違うやつらも見ていこう。もうバグってるとかそういうレベルじゃなくない？じゃあ太陽、お、すごい。そして紫おえ、秋秋の季節になりましたね。もみじ狩りの、季節となってまいりました。いや、これは山登りのしがいがあるぞ。そしてさあ、どんどんやっていこう。あ、これ音楽は、お、ハロー。お、すごい、ちゃんと声も変わってる。フェーズ3すごくね。見て、なんか映像が見える。すごっ。また真ん中のやつもう体調悪いとかのレベルじゃないね。じゃあそしたら、この子は。おおーおえおえこれいいね。そして最後。これでまた変わったりすんのか。レッツゴー。おレイジー、なんかだらけてるみたいな意味だよな。え、何も歌わないの。こうなってんだけど。おい、こいつ何もしねえぞ。これもしかして、これ制作者さん、これレイジーって制作者さんがめんどくさくて最後のやつ用意しませんでしたってこと？そういうこと？もう顔ちっちゃくて可愛いし。なるほどね。これがフェーズ3か。もう待機画面っていうかさ、何も置いてないシーンがもう怖いのよ。なるほど。じゃあ次、フェーズ4行こう。じゃあどんどん行きますよ。フェーズ4さあ、果たしてどうなってしまうか。レッツゴー。さあ、ん？全然レッツゴーできてなかったわ。さあ、じゃあ、スプランキー、フェーズ4。もう4段階目まで来てます。さあ、これどんどんやばくなるってことよね。プレイナー。さあ、果たしてどうなってしまうのか。見ていこう。じゃあ、レッツゴー。お？え？もう見えない、見えない。テキトの視力が悪い。さっきの目ん玉がコーンコーンコーンぶつかるの見て、テキトも目悪くなっちゃった。え、これ多分、お、さあ、見える見える。怖っ。怖っ、これやってみようぜ。えい。おお。もう目の次はもう歯になってるって。もう目がぶつかんないから。はい。ドン、ドン、ドン、はい、はい。ドン、ドン、ドン、はい、はい、はい。はい。はい。はい、レッツゴー。おこれいるぞ。ねえ、みんな、なんか変なやついんだけど。これいるんだけど、おい、もうね、この緑のやつ、前から様子おかしいと思ってたよ。前からちょっとやばいやつなんじゃないかって思ってたよ。もううち猫ちゃんもすごいことなってんもん。こうして、こう、この左から3番目ももうサムネイルとかじゃない、もう。もういかれてる。おかしくなっちゃってるよ。フェーズ4やばいよ、みんな。フェーズ4大変なことになってる。ちょっとね、ごめん。こいつだけ残させて。マジで楽しそう。マジで。こいつだけ人生謳歌してるわ。
お前めちゃくちゃ人生楽しそうだな。じゃあ他のお友達も連れてってあげるよ。お、すごい。え、かっこいい。え、レッツゴー。めっちゃかっこよくない？音聞いて、音ほらもう青、紫のやつも結構緑と同じパターン。お前紫と緑、お前気が合うよ。うん、かなりマッチングしてる。ねえ、普段はさ、めっちゃ騒いでる黄色のやつ、動かなくなっちゃってるわ。じゃあ他は？テレビとかは？どんな喋り方するんだろう？はい、ツー、ワン、レッツゴー！あ、もうテレビ喋んないわ。さあ、じゃあこれでラスト？いきますよ。ダンダカ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 3、2、1、レッツゴー。かっこいいよこれ。パッパカパッパカパッパッパみたいな音楽めっちゃかっこよくない？これ誰かで奏でてんだこれ。あ、こいつじゃないんだ。誰か喋ってるこれ。あ、今の木が喋ってたんだ。これ騒がしい、騒がしいやつらら集めようぜ。やばい。みんな幸せここにあったよ。幸せっていうのはね、みんな追い求めると思うんだけど、ここにあったわ。すっごい楽しそう。めちゃめちゃ楽しそうなんだけど、お前らその行動力俺に分けてくれ。あ、一人になっちゃった。でも楽しそうで何より。なるほど。さあこれが、フェーズ4。ちょっとフェーズ4今のところめっちゃお気に入りなんだけど、この後もね、まあ5、6ってやると思うんだけど、みんなはどのフェーズが好きかコメントで教えて。まあ適当は今のところ4が好き。これな、これ好きだわ、あの緑のやつ。さあフェーズ5行こう。さあじゃあフェイブではない、フェーズ5な、混ざってるなフェイブ。じゃあプレイナウ。さあ来たぞフェーズ5。どうなっちまうんだこれ。めちゃくちゃ楽しい。もう見て、イヤホンのあのゴム取れた。もうこっちつけらんねえわ。どっか後で探すわ。よーし、じゃあまた来たね。さあ果たしてどうなっちまうのか。さあフェーズ5なんかちょっと戻ってきたぞ。さっきとなんか雰囲気似てるような。これ同じか。じゃあまずポン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 と、キャラクター並べてこう。で音楽まずは聞こう。いくよ。はい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 。さあ行きますよ。タン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 、3、2、1、レッツゴー。おお、待てよ、ちょっと違うぞ。なんかさっきと同じような感じだなと思ったらちょっと違うぞ。ブルーンってなるよ。ねえ、ちょっと待って、緑おもろいって。お前緑のやついつも面白いんだけど、ブルーンってドリルみたい。ドリルやめてこれ。さっきこれからドリルに変わったの。あ、またドリルになるよ。ブルーン。そしてもう左、そしてなんかでっけえ目玉で遊んでるやついいんだけど、ねえ、目玉1個どこ行っちゃったの。目玉でボール遊びしないで。でも音楽はもうなんかだいぶこうカオスな感じだね。さあそしてどんどんぶっ続けていくよ。はいはい、おお、なんかすごい、なんかすごい感じだな。はい、行くよ皆さん、行きますよ。はい、すり、うお、来た、急に来た。みんな聞いて。もうね、これはね、曲と言えるかすらもちょっと話変わってくるな。これちょっとなんか今まではさ、見た目は怖いよ、見た目は怖かったんだけど音楽としてはかっこいいってなってたやん。もうね、ホラーゲームなのよ、音楽が。もうホラーゲームだし、もう化け物に追いかけられてる時の曲なのよ。
なんかもうすげえもうグレングレンしてるやつもいるしな。ほらさっきさ、この紫のやついたじゃん、この緑と仲良くしてたやつ。もうあんまり動かなくなっちゃった。もう見てみ、ワイホン。さっきまでワニ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 動いてたのに、もう動かなくなっちゃったよ。さあ次、はい、これでラストね。はいはいはい、おーすごいよ。え、あ、すごい、もう曲テレビのやつも、二つ目の錯覚、これ 目の錯覚かわかんないけど二つ見えるよ。高速移動しすぎ、頭もう体が、え、俺の頭どこ行っちゃったのってなってるって。はい、こんな感じらしいです。すげえな、もうフェーズ5、ちょっともう人間の発想の先を行ってるな。じゃあフェーズ、ちょっと待って、ね、この紫消せないんだけど。じゃあな、じゃあフェーズ6、さあフェーズ6まで来たぞ、ついに。うわ、なんかもうサムネ、もうサムネやばいけど大丈夫そう。じゃあ皆さん、フェーズ6、もうね、さっき13まで見えたから、もう半分ぐらいまでは来てる。スプランキーフェーズ6。レッツゴー。うわ、これやばいな。さあ、フェーズ6。お、ファンメイド。まあ、ファン、もうほぼファンメイドよ。知ってる。さあ、レッツゴー。もう頭、もう7人中5人、5人頭がありません。どうした？この後ろの目ん玉やられたんか。まあ、行くぞ。じゃあもうさっきと同じく、ポン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 、レッツゴーでいくよ。はい、行きますよ。はい、ポンポン、ポン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 、さあ行きますよ。ゾイ、フォー、はい、スリー、ツー、ワン、レッツゴー。ねえ、ん？なんか、うん、なんかもう、あの、体のさ、もうあらゆるものが破損しすぎて、もうなんか、もう動くところないやん。ほらもう緑のやつも元気ないもん。何これ、もう最初の姿と比べてみ、もう全然違うからね。なんかもうあの植物の種入れ植えてまだ生えたてみたいな、ニョキッと出てきたところみたいな見た目してるよ。もう左のやつの言い立てはもうなんかちょうちんあんこみたいになってんもん。はいはいはい、じゃあ次、別のやつ。もうお前どうした、もう何も変わってないじゃないか。いくよ、はい、ドーンドーン、いいよ、かっこいいよ、ドーン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 、はい、スリーツーワン、レッツゴー。はい、なんかちょっとかっこいいよ、なんかメロディーが聞こえる、はー、みたいな。結構かっこいい。結構好きよ。なんかもう冒険が始まるみたいな。こんな見た目怖いのに、これちょっと真っ暗にしてみるよ。真っ暗にして聞いてみると、なんかこれから新しい冒険が始まるよみたいな、かっこいい BGM 奏でてるよ。見た目こんなんだけど。さあ、そしてラストスパートいくよ。お、すごいすごいすごい。もうなんか見えない、なんかモザイクかかってるのあるよ。さあ、これラスト、はい、フォー、スリー、ツー、ワン、レッツゴー。現在、14時44分。お疲れ様でした。なんかもう、誰も動きません。もう、おい、これ本当に 6？ もう 6？ おい、もう、終わりだぞ。もう13の感じあるよ。もう動かないよ。この先あるの？さあ、というわけでね、前回に引き続き、前回はね、スプランキーフェーズ 6?6 まで見たんですけど、前回コメント来たんだけど、テキトさん、〇〇のキャラ飛ばしてましたよみたいな、まあ、コメント来たんだけど、まあ、確かに、まあ、テキトがたまたま飛ばしちゃった可能性もあるんだけど、結構ね、あの、YouTube に出せないくらい怖いキャラは、あの、飛ばしたり、あの、隠したりしてるんで、ご了承ください。というわけでやっていこう。この動画始める前に、フェーズ7から、そして最新まで今回見ていくんですが、果たしてスプランキーたちどうなってしまうのか気になる人はグッドボタンで教えてください。レッツゴー。テキトチャンネル。
はい、じゃあ前回6までやったから、じゃあフェーズ7行こうか。まあ、例えば、このスプランキーフェーズ7のゲームも、なんか他のサイトにもフェーズ7があったりして、まあ、いろんなのあるみたいなんで、まあ、どれが公式とか多分ないです。全部ファンメイド。よし、じゃあフェーズ7遊んでいこう。さあ、フェーズ7はフェーズ6からどんぐらい進化してんだろうな。さあ、見ていきましょう。クリック。お?あれ?これ見たくない?これ見たよね?あれ?もうす、これ音する？音しなくない？あ、音するわ。あ、来た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 。ねえ、音バグってんだけど。これが、あれ待って、これオレンじゃない？これ場所的にオレンだよね。そして、おお、もうトゲめちゃめちゃ生えてんな。そしてこのシンバルみたいな子。うるせえ！うるせえ！なんか、田舎の田んぼに、カエルがさ、ギコギコ泣いてるじゃん。あれの100倍バージョンみたいになってる。そして、これ。でかすぎ、でかすぎ。ちょっと待って、音下げるわ。もうさ、誰が誰かわかんないのよ。そしてこれ。おー、出たこれ。ビネリアね。ビネリアはなんか前とそんなに変わんない？そして次。すげえ。めちゃめちゃ回転してるんだけど。そしてビネリアも、意外、ビネリア目がすごい出てきた。あんなに隠し持ってたなんて。さあ、そして、これロボットかな。え卵。ゴールデンエッグ。これ、秘密のお留守番の都市伝説のやつやん。えなんかちっちゃくなったんだけど。これなんなの？じゃあちょっとこれで音楽聴いてみようか。はい、3、2、1、レッツゴー。おい。ノイズになってます。これ音楽じゃなくない？もうお前ら音楽奏でる余裕ないじゃん。ちょ、まだ、でもまだね、たくさんキャラいますから。で、これ一回抜いて、次この子。そして、えい。お、あ、これスカイかな？え、これスカイか？本当に。ねえ、もう、ねえ、もう動かなくなっちゃう。ちょっとどんどん行こう。太陽くん。太陽くん、すごい邪魔だよ。太陽くん、それ見えないよ。あー、紫も、じゃあちょっと置いとこう。おー、すごい。お、音楽鳴ってる。じゃあもう一回ちゃんと聞こう。いくよ。はい、はい。3、2、1、レッツゴー！いい。怖えおい。目の量どうなってんだよ。なんか、7体しかいないのに、目が100個ぐらいあんだけど。もう木のやつもすごいことになってるし。何これ。でも、音楽的には結構なんか、テンテンテレテレテンって感じで、かわいい感じ出てるね。いいよ。さあ、ラスト。パン、パン、パン。いきますよ。はい。3、2、1、レッツゴー！低い音が低いおい、一人だけはしゃぎすぎてんな一人だけみんなすごい冷静なんだよ。みんなすごい冷静に歌ってるんだけど、一人だけ修学旅行ではしゃいでる人みたいになってんのよ来るかんねおい、肩パンすな、肩パン。頭で肩パンすな。おー、これがフェーズ7か。まあ、もう7ってもうだいぶ終盤だからね。じゃあ続いて、スプランキー。フェーズ8やばい。なんかもう、え？もう敵とまだ操作してないよね。あ、一応操作できるのか。じゃあ行きますよ。この蝶々あんこみたいな。これがオレンかな。え？え？それどこの部分それどこの部分か教えて、それ。じゃあ行きますよ。もう一気に行っちゃうから行きますよ。じゃあ、こっから7人まで一気に行きます。はい。ポン、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 ポン。はい。行きますよ。はい、はい。3、2、1、レッツゴー！はい！おはビネリア！ビネリアすごいことになってます。てかもう、すごいことにしかなってません、今回。おい、バグリ散らかしてんだけど。ねえ。最初の万歳かわいいよ。来るよ。ブロー。
最後に目ん玉飛び散るのやめて、大量に。ねえ、もうどうなってんのよ。なんか顔文字可愛いやついるし。目に顔文字ついてるやついるんだけど。でも音楽は微妙じゃないか。じゃあ続いての7体いきます。ポン、ポン、そしてポン、ポン。おほおお、すごいすごいすごい。なんか聖書とかに出てきそうなやつ出てきた。いきますよ。はい、3、2、1、レッツゴー。うわっ、おー、結構いいぞ。結構かっこいい。ねえ。ねえ、もうさ、このスカイが目がん決まってんだけど。スカイくん目ががん決まっている中、頭を小刻みに動かしてて怖いです。そしてこの黄色いやつもさ、もうどうか、もう口の中で生命体、新たな生命体が生まれてるんだけど。もうちょいちょい、ちょいちょい。ちょいちょい歯伸びんのもやめて。あ、でも結構音楽はなんかかっこいいね。はいはいはい。あ、でも結構いいぞ。今んとこ、やっぱなんか2発目 ?1 回目のやつはノイズ多いけど、2回目の7体はなんかいい時が多いね。さあ、じゃあ残りの6体いっちゃおう。はい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 。じゃあいきますよ、皆さん。はい。3、2、1、レッツゴー。こうなってるやついる。なんかもうやる気がないね。もうスプランキーたちやる気がないっていうか、もうその音楽を奏でる気力がなさそうに見えるな。でも右3体動いてねえもん。右3体もう何を、なんか奏でてんのかな。ちょっと右3体だけにしてみよう。もうダメだ。もうフェーズ8まで来るともうみんな喋れません。さあ、では、スプランキーフェーズ9かな。いやー、もうすごいね。もう見分けつかないもん、こんな。もう入れてみるか。これオレンかな。まあ、順番的には多分オレンだよな。えい。オレンだ。え、もう皮だけ。ねえ、もう皮しかありません。じゃあもうこれもういきま、もうポンもいきますよ。はい。ほい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 、3、2、1、レッツゴー。お、音楽結構いい。ちょっとリズムずれてんのが怖い。どんどんか、どんどんどんか、どんどんかみたいな、ちょっとずれてんだよね、リズムが。なんかさ、この左から3番目のキャラ、口だけリアルなのやめて。すごい、歯並びはいいんだけどね。歯並びはいいんだけど、なんかちょっと怖いっす。いやー、でももうみんなやる気ないね。でもさ、この右から2番目のこの灰色の猫ちゃん、この子だけはなんかまともそうなんだよね、まだ。まだ自我がある気がする。みんな、どうしちまったんだよ、みたいな。まだ大丈夫そうな気がするね。なるほど。ただまあ音楽にはなってる気がする。ちょっと不協和音感はあるけど、持ち直してきたんじゃない?音楽センス。よし、じゃあまた7体いこう。2、3、4、5、6、7!来た!3、2、1、レッツゴー!なんか輝いてるやつおる。なんか輝いてるやつおるけど、あいつが俺らの希望の光なのか。まあ一回音楽聴こう。いやー、いいね。やっぱ、2回目の7体。この2回目にやる7体のさ、この、まあ、太陽たち。こいつら結構いい音楽奏でるよね。ただもう、スカイくんがもう、意識ありません。まあ、この状態で意識あったら怖いけどね、逆に。そしてその左も怖えな。なんかトリコに出てきそう。捕獲レベル70ぐらいかな。なるほどね。まあ、音楽結構良かったな。この太陽好きだな。お前がこの希望の音楽を奏でてたのか。こんな怖い見た目しといて。
はい、さよなら。さあ、じゃあさ、ラスト6体いきましょう。一気にいくよ。はい。はい。はい。おーおー、すごいな。いきますよ。はい。3、2、1、レッツゴー。なんかバグってるやついない？もう一回聞こう。おー。なんか寝てるやついない？なんか寝音、寝いびきみたいな聞こえるんだけど。これ、適当な聞き間違い？いや、なんかさ、もう、パソコンぶっ壊れてます。パソコンさ、今まで、なんか、ハロー、タバンザン、ベンジェンザン、ベンジェンザン、みたいな音楽とか流れてたじゃん。もう見てくださいよ。もうなんか、寄生虫吐いてんもん。アニサキス出てきてます。そんで、左。今回なんかだんだん目ん玉が増えてきてるけど、みんなこれなんかの伏線なのかな。最終的にみんなが一つの目玉になるみたいな、ないか。ああ、僕もうね、この最後のこのハットのやつをバグり散らかしてんだけどね。これは本当にバグってんの、それともそういうやつ？はい、これが、フェーズ9か。なるほどね。さあ、ではスプランキーフェーズついに10に来ました。これはすごいんじゃないか。おー、すごいアニメーションだよ。やば、なんか赤い雨が降ってる。じゃ、まずオレン行くか。えい。おお、でもなんかアニメーションすごい。えい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 、来た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 。おお、すげえ、雷鳴ってんの。すごいすごいすごい。何これ、何これ。ズンチズンズンチズンチズンズンチ。で、このなんか光ったの何？はい、すごくない？もうなんかめっちゃパチパチ光ってたよね。そしてあいつ来た。私が来たぞ。これ、オールマイト。オールマイトではないけど、ビネリア、お前また帰ってきてくれたんだな。また頑張ってくれてる。あ、真ん中のロボット、お前どうした？おー、すげえ、この雷みたいなのかっこよくね。そして音楽も結構良くなってる。じゃあまた7体行こう。はい。はい。おー、かっこいい。ズンチ。ズンチ。はい。3、2、1、レッツゴー。来た、この音楽。あー、いいね、これこれこれです。もうデキトが好きなのこの音楽。いや、すごい、なんか今回フェーズ10さ、なんかアニメーションがちょっと綺麗だぞ。綺麗だよね、これ多分。この左のズッ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 、こいつ好き。めっちゃかっこいい、この音が。重点音めっちゃいいし、またこの紫来たよ、お前久しぶりやな。で、このスカイとかもさ、もうスカイのアニメーション、このモザイクの感じとかすごくない？あ、音も綺麗。ちゃん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 、すげえ。はい、感動の再会。あはは、イエーイ、これも、おぉ。はい、お疲れ様です。よっしゃ、残り6体もいっちゃおう。いきますよ。おぉ、すごいすごいすごい、かわいいよ。はい、いきます。皆さんいきますよ。はい、3、2、1、レッツゴー。うわ、かっけえ。なんかこの、なんかザーって音が、今背景が、なんていうの、赤い雨だから、この雨の音みたいな、土砂降りの赤い雨みたいな音の感じで、かっこいい、これ。うわ、これいいわ、素晴らしい。すごくない？めっちゃいい。もうなんかさ、この灰色の猫ちゃんさ、ちょっとこう名前もう一回、今度覚えとこう、この子可愛いから。もう、なんか刺さってんだけど、ちょっと誰か外してみたいな。誰か外してくださいみたいな感じになってるね。なるほど、これが、フェーズ10か。いや、10めっちゃ良かったな、これ。さあ、じゃあフェーズ11見ていきましょうかね。さあ、来ました。スプランキー、フェーズ11。レッツゴー。かっけー！
すごい。なんか、おにょ、おにょ、おにょって出てるけど。すげえ、もう見えないけどね。はい。おお、はい。はい、もう一気にいっちゃうか。これも一気にいこう。もうポンポン行こう、ポンポン。はい。はい。スリー、ツー、ワン、レッツゴー。待って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 待おい、大変だよな、お前。ずっと、なんか、後ろの弾も動いてる。お前、動くのかよ。よっしゃ、もうこっからね、どんどんスピードアップしていくよ。もうどんどん、うわ、すごい、めっちゃかっこいい。そして、はい、はい、3、2、1、レッツゴすごい。このこれ本当にさっきのフェーズ9の進化版って感じだったね。これほらこの紫のやつもより荒ぶってるし、このブイブイのやつもどんどんライトの幅、ライト量が大きくなってる。すげえ。これは本当にさっきより進化してるね。やばー。だってもう後ろの月みたいのも荒ぶってたもん。しかも音もなんかいいね。うわ、すごー。よーし、じゃあちょっとラストも見ていくか。ここまでだから、じゃあ6体一気にいきます。はい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 。で、ラストかな？おー、すごい。3、2、1、レッツゴー。え？おー。左？左？左の、おい、肌色の子。徐々に回転していくのやめて。しかもさ、もうテレビもなんも、テレビなんも反応してないじゃん。マジかよ。もうテレビはつかないって思った方が良さそうだね。これ、もう真っ黒だもん、アイコンが。ほら、一回ちょっと真ん中に置けば分かりやすいかな。えい。なんでそれ。余計分かんなくなったわ。なにこれ、パズル？パズルのピースですか、これ。なるほど。いや、もう11まで行くと、やばいな。ちょっと時間長くなっちゃったから、こう12、13までは、ちょっと一気に行っちゃいます。さあ行きます。これがフェーズ12。さあもうポンポン行くよ。はいはいはい。おー、すごい。なんかバグってんな。あ、かっこいい。かっこいい。つい。おいおいおい。え？ちょっと待って、ちょっと待って。今なんか最初すごいかっこよかったよ。ズンズンチズンチってかっこよかったのに、全員の始まった瞬間に一気に不協和音だった。やめて。一回解散。一回このバンド解散。はい、じゃあ次、バンド2。バンド2行きましょう。さあ、お前らはやってくれると信じてるぞ。お前らはやってくれると信じてるぞ。はい、行きますよ。3、2、1、レッツゴー。え？もう、もうさ、なんか、怖いとか通り越して、なんかもうちょっと、なんていうの？なんか奇妙。奇妙じゃない？なんか、怖いとかじゃないんだよね。なんか、おぞましい何かを感じる感じになってきた。え？どうなっちゃったの？お前ら。なんかもう可愛い要素なくなっちゃったよ。まあ、強いて言えば、お前は可愛い。でもなんかもうさ、もう多分、なんていうの、この紫のキャラの自我は、もともとあった自我はなくなっちゃったんだろうな、もうすでに。さあ、そして、ラストバンド行こう。あ、え、戻ってきた、お前。はい、レッツゴー。おい、せっかくお前、パソコンくん戻ってきたのに、お前。お前うるさいわ。やめて。でもさ、これもう恐怖モードなのに
この一番最初のフェーズ1の楽しいモードの状態じゃない。ここでパソコン軍が戻ったのはなんか意味があるのかな。いやこれちょっと考察がはかどりますな。え、でもほらなんかちょっとさ元に戻ってる子多いよね。え、果たしてこれはなんかのメッセージなのか、はたまた制作者がめんどくさくて元に戻したのか、果たしてこれどっちなんだろうね。まああくまでこれねファンメイドなんで、まあちょっとまあ公式ではないからな。まあこれはちょっと制作者の意図が隠れてるかもしんないね。さあじゃあラスト、フェーズ13。え、おい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 、おいなんかガーデンオブバンバン混ざってきてるぞ。え？え？え？おいジャンボ女子じゃねえ？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 おい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 、おい！ちょっと待って、これ本当に 13？ あ、もうフェーズ13、やっぱりもうガーデンオブバンバンなんだ。ここに来てちょっと手抜きじゃない？別ゲー入れるのやめよう。別ゲー入れてくるのやめようぜ。じゃあまあフェーズ13はまあまああくまでファンメイドだからな。はい、ダン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 、3、2、1、レッツゴー。んーガーデン、お前どう見てもモザイクかかってるけど、どう見てもバンバンだなお前。その角にその色バンバンだよな。で、オピラバードもいるし。いやーこれ13どんだけすげえ奴らが来るんだろうと思ったら、まあ、確かにすごいけどね。おい、ラブラブいるしな。いや、誰だ？いくよ。3、2、1、レッツゴー。ねえ、紫のやつ動きすごい。わあ、わあ、なってんだけど、見て。わあ。まあ、ラスト6個も見てみるか、一応ね。多分ガーデンオブバンバン系なんだろうけど。はい。お、レインボーフレンズも出てきた。レインボーフレンズのパープルも出てきたんだけど。はい、レッツゴー。皆さん。フェーズ13。見なかったことにしよう。さあというわけで来ました、スプランキーフェーズ69。あのね、13から急に69に飛んだんだよね。なぜ69なのかは分かれないけど、ちょっとねもう見た目がだいぶもうやばくなっております。まあもう13の時点でだいぶやばいんだけどね。69スタート、うん、さあ来ました。さあ会っていこう。あのさ、もともと人だったよね。もともと人だったのに、もう、こんな骨ないわ、人間の顔に。ほんと？じゃあこれ、これオレンなのかな？え？ピックミー、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 なに？ピックミー！かっけえ、こんなんだったっけ？デフォルトのやつ。すごくない？すごいけど、オレンジじゃなくないか、これ。まあこれ、え、待って、なんか書いてある、ハローハローって書いてあるよ。次は3、2、1、レッツゴー。音はかっこいい、タカツタカツタカツタタカツタカツタカツタ、音はかっこいいけど全く動かない。ポン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 、3、2、1、レッツゴー。頭がおかしくなる。頭がおかしくなるぞこの音。誰も動かねえ。誰も動かねえんだけどさ、ただハロー there person playing、 このモッドをプレイしているみんなハローって言ってる。怖え、なんかメッセージが書かれてるよ。一回戻して、でちょっとこれ文字になってるから、次こっからハウから始めよう。ハウ、あ、この音かっこいい。いいね。じゃあそこからいきますよ。ほい。いやもう実写なのよ。実写の歯並び綺麗だな。あの矯正終わった後の綺麗な写真であんま怖くないぞ逆に。さあそしてこれは、おお、すげえ。あ、今回なんか白ずもう顔ねえしさ、横棒で邪魔だし、なんだうるせえなこれ。スカイだし、しかも。レッツゴー。
視力悪くなるよ、そんなねじ曲げたら。そして、こいつ、おお、かわいい。そして歯はドン、スイッツワン、レッツゴー。ボーン、ボーンが全部台無しにしてる。さあ、じゃあちょっと文字読んでいこう。 How you are doing? 君、ちょ、なんか調子どうだい？Anyway, what's your opinion? 君の意見の、さあここから What's your opinion? 君の、意見は何だと。そして進んでいくか。うわやべえ、なんかダークホールあるぜ、口の中に。そしてほいお前、おい、なんか逆に手抜きだな。うん、これあれだよね、あのふへふーってやつだよね。そしてテレビ、テレビどうなったんだろう。レッツゴーなんかロブロックスで見たことあんな。さあ、君の意見はなんだ。オンファンメイドスプランキーフェイズ、ファンメイドのスプランキーゲームのこのゲームどう思うと。さあこれラスト、えい、お、こわ、なんかそれやめてうるせえ、何、やだこのこと。ちょっと一回音、音聞きたくない。お前かい、来い、来た、あぶねえ。このこの真ん中の口でけえやつ、いくよ、これいきますよ、はい、うるせえ音めちゃめちゃでかい。ちょっと読んでいこう。 Because think they are quit、 彼らはやめた。 Goofy and also、 え、あ、なんか読めない、こいつ、待って、隠されてる。このモッドは何、モッケ、待って、読めない読めない読めない、なんか書かれてるぞ。このモッド、 This モッド is、 何なんだ、モッケン、モッケンって何、モッケンオブ彼らの嘲笑、まあなんかざまあ見やがれみたいな感じの笑い方のことだね。まあこのモッドはなんかふざけて作られたみたいなこと書かれてんのかな。まあふざけてはいる。はい、というわけでなんかね、このフェーズ69ちょっとね、なんか人、もしかしたら敵とか気づいてないだけで何かのメッセージが隠されてるかもしれないから、ちょっとこれコメントで予想書いてみて。というわけで、スプランキーフェーズ69でした。果たして70は出るのか。ここまで見てくれた人、ぜひチャンネル登録とグッドボタン忘れずによろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。